ピーシェンジミニ641枠目、邪聖剣ネクロマンサー51枠目。和骨です。はい。和骨です。あ、ボス向かってるところ。はい、1個目さん、3年 B 組、ドンパチ先生さん、黒金さん、ヨシベさん、よし。ノーコンキートさん、よし。ジグザさん、ありがとうございます。7個目さん、よし。ネードマスター。はい、サンジさん、よし。上品上品上品よ。はい、11個目さん、12個目さんいらっしゃい。今日はもうダンジョン内ながらティンティンポコティンの BGM もないと思います。伊賀さんが例です。黒金さんが例です。まあ外出るかもしれないけど、あ、一回外出るかな多分ね。ボス戦がまだ2人に残ってるから。16個目さん、シャトルさんいらっしゃい。はい、18個目さんいらっしゃい。和骨です。男だけ、スズナさんいらっしゃい。和骨です。思い出しました。猫ちゃらしちゃい。俺の寿司は男前でしたっけ。だからいらっしゃい。はい、いらっしゃい。上品放送いよいよ。男だけ、女だけ、おじさん、タカさん、ありがとうございます。ドラゴンね。ワニル。はい、アガトダイモンさんいらっしゃい。この戦いが終わったらロミノはどうするんですかね。私は、和骨です。お城に戻るわ。ラックスはどうするの。俺は旅に出るかな。え、私もその旅に。いや、連れてって連れてくのよ。えっはい、妙見さん、バーストさん、28個目さん、アガトダイモンさんです。圧がすごい。いたたたたた。マイストも聞いてあげて、わら。俺はマイストは戻るのよね。またお城に、ランダムエリアのお城に。逃げられない。俺も一緒に旅に出ようかな。トウヤさんでしょ。ダメだマイスト、マイストお前は足手まといだ。何言ってんだ、ここまで連れてきて足手まといもクソもあるかよ。俺も一緒に行くよ。俺もついてくからな。不気味な通路だ。アドルみたいに現地妻から逃げることはできないんですね。私は現地妻にはなりたくないの。妻になりたいのよ。あ、ちょっと待って、どっから出てくるんだっけ。もう二人は倒してるからいいんだけど。マイストの速さに脱帽。みんな全開してる。ブラックスは全開だね。全開したっけ、マイスト。全開。ロミナちゃんだけか。はい、40個目されちゃう。よし。違うわよ。ハストール四天王三匹目。おのれハストール。これもラミールがいいね。ラミール、あ、マイスもあれ使えばよかった。あれ持ってきただろ、本物。おいしょ。2回攻撃だからラミール。あお、オッケー。うー、ちょっと体力変えて。みんな。ラミール、ちょっと、これ持ってきた。魔除けの水を。魔除けの水。よし。ハスブルっての壮大な兄弟喧嘩の。それ、バスティール。よし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 、2回かかってるから、これまた隊列を、またマイスト変えて。マイスト2回かかってるよね。
こう入れて、あ、攻撃してきた、痛い。うそー、まあまあ、分けていいけど。あん、まあ攻撃の方がいいやね。オッケー。和骨です。お上品な放送のおかげで明日からまた頑張ります。46個目さんでしたい。ありがとうです。うー、片付いた片付いた。もう一匹倒せるね、これね。ん？ごめん。森さんが一番さんいらっしゃい。ロミネグルトン。マナイクさんにもう一回かけとく。でっかい。いやでも。さあ、四天王最後の一人。モスコさんがあれです。呼ぶぞとあなたいきなり先生攻撃、あちょっとちょっと呼ぶぞとかわいい、これ何通常攻撃魔法かけてくるよね。ちょっと待って、いきなりこれはやめて、ちょっと薬草の方がいいか。あ、来ません。通常ですね。あ、通常ばっかり。じゃあ何、通常じゃ痛い痛い、あーだだ、2回攻撃痛い痛い痛い、ちょっと待って、痛い痛い痛い。ヨーグルトソース大好きです。バルーさえ覚えたら強バルーじゃない、なんだっけ、バラムか、バラムは防御力アップだよね。あ、使える、ひょっとしてもう使えるようになった。あ、使えるじゃない、見た目が怖い。使える使える、やったぜ、使えるようになってる。このボスたちって1回倒したら復活しないんでしたっけ。ごちゃごちゃごめんなさい、一回倒したらね、いいんですけど、あのパスワードを取ったらまた復活しますよ、確か。パスワード入れたら。リセットしてね、一回パスワード入れたら。ミニならもうセーブしてるから大丈夫。回復しとこうか。いや、でも僕しとこうか。よしよしよし。なるほど。あ、いた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 。あ、いた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 。ちょっと待って、よそよそ、あ、さっき来た、ミニですね、あぶねぶね、大好き大好き、あぶねぶね、ふぅ、もうひたすらバラ持って、まずボギーでいっか、ひらり。まあ、こうする。ネクロマンサーって根が暗い人を万歳で励ます人のことだよって教えられました。いやいや。よしよし。オッケー。ちょっと待って。薬草。だいぶダメージが減ったね。何かこの敵面玉に弓矢をぶち込みくなる。お、だいぶ減ったね。弓矢ぶち込みたいね、確かに。もう2だ、痛くない。バラも最強。もうお願いだ、俺でも痛くないぜ、もうたくない。あとラックス当てろよ。お前何やってんだ。俺たちもう防御するしかないぜ。
おお、これバラも使えなかったらもう最悪だったけど。やったぜ。パチパチパチ。よーし、あとはアザトースのみだ。ちょっと MP 回復に戻るか一旦。はい、よし。よし。ジェルニラン。最終回。最終回になるかな。70個目されない。あとはボスのみ。よし。あ、薬草はどうしようかな。薬草買いに行くか。ドミナの力でカッチカチに。カッチカチ。いや、俺のおかげだよ。マイストの、俺のマイストのおかげなんだよ。薬草何個ある？ミリオネアに回復させてもらいに行くんですね。薬草に、そうですね。ミリオネアでよかったっけ？あ、違う。エルネリアさんじゃなくて、絵がついてなかった。絵じゃない。エオネリア。エオリアじゃないけど、エルネリアさん、ほら、エルネリアさん、エルネリアさん。ミオネリアは姉です。姉です。もう間違えないでください。もう、間違えたら回復しませんよ、もう。エルネリア。はい。最終回だってよ、マイスト。早く活躍しないと、ただの早漏で終わっちゃうよ。毎回間違えてる。ラックスはちょっと、あれだな。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。エオリア。マイストだな。ラックスは使うことないだろうから。薬草使うのはマイストとロミナだから。薬草さん。マイストとロミナに。ラックスは常にネクロマンサーを振ってもらわないといけない。ティンティンポコデン。最終回だから。ティンティンポコデン。ラストティンティンポコデンかな。よし、最終回だから解禁だ。解禁だ。最後はラスティン。ラスティン。てんてんてん。グブとタイタン。ティン。おら。お。ラストイルライゼ君たち。ああ、壊された。だあ、最後で。え。最後にこんな。ちょっと。マイストがかわされるから。引っ張って最終回にできなかったら僧侶になってもらうね。余計なダメージを食らったじゃないか。もうよし、俺は足を引っ張ることはないぜ。やっぱ明るくないとね。マップはわかるけど、なんかこちらに、ね、通り抜けなかったっけ。なんか昔通り抜けがあったような気がしたんだけど、最後の回だっけ。ドラゴンネード。ライル。下品じゃ、私は下品じゃないのよ。最後だから真の私を見せてやる。本当の私はブリ。ああ、ダメ。ああ、でも本当。ああ、ロミナさん、魔導書はどこだっけ。魔導書はいいと思ってるわよ。通り抜けてるこっちにあったね、道がね。こっちの方が近くなかったっけ。ドラゴンネード。
男だけ。2台ちょっと割とこの回で、まあ、マイスとはライフは使わないからいいか。お、ここでレベル42、911。マンマンポコマン。マンマンポコマン。まあ、言わない言わないそんな。デライル使えるようになってる？マイスト。使えない。ダメだ。死にに行くやね。そんな不吉なことはないですよ。あら。にゃんにゃん猫にゃん。にゃんにゃん猫にゃん。うわあ、ちょっと待って。我らドラゴン三兄弟。114,514。ロミナも結構もうレベル上がってるから与えられないかね。ダメかね。もう私は防御しとくわ。もうガリンピーされちゃう。29だ、ダメだ。あーつい、あーつい、あーつい。29で何をするのか。うう、29じゃ何もできないかしら。マイストレベル49。まあ最後だから大サービスだね。こんなサービスいらないよ。うわあ、バラバラにいた。まあいいか。うー、よいしょ。あ、今年はウルド氏がない。ああ、いけるのはいけるんじゃない。倒せるかどうかあれだけど、微妙だけどね。あ、まあね、ロミナちゃんの MP は使わない方がいい。ちょっと あ、そうだ。あ、いいかいいか。待って待って、ロミナちゃんの魔除けの水をマイソに渡して。さっき使ったよね、2個ぐらい。魔除けの水をちょっと買ってくればよかったかな。おう、ロミナレベル41。うう、パチパチパチ。どうもありがとう。こっちの方がダメだね。こっちの方が変化激しいじゃないか。あっちの方が良かった。上から行った方が。しかも行き止まりじゃないか。ちょっとランクス何やってんだ。いや、ここ何か行けたと思ったんだよ。いたでよ。図工じゃないか。外れです。外れです。図工。ちょっとエルネリアさん。
あ、名前覚えてましたね。ちょっとなんなのよラックス。確かね、昔の記憶だったらあっち近かったような気がしたんだけど、気のせいでした。うわ、ここでグフト対談だね。まさかの次回延長。次回かな、決着は。ラストチンポコ詐欺。ラストチンポコ詐欺だった。騙されちまったぜ。騙されちまったぜ。ブルーライズ。よし、で今度はもう普通に来週も下品できるってよかったね。ロミナ寄り道しないで。マップ自体はここはね、あそこが広いだけだ。ドラゴンね。男だけ。男だけ。みんな平等に無能が判明。よかったね。だけ。女だけ。男だけ。よし。あった。なんかエンカウント激しいね。あの最初の時はエンカウント激しくなかったのに。うわ、分かれて、分かれるから。あぶね。最後だからみんな張り切ってる。出番最後だってよ。出るなら今だぜ。ドラゴンデッド。よし、よし。男だけ。うわー、しかも演歌が激烈な演歌ばっかりじゃん。しかも別れるし、バイスとかまた一匹減らせよ。まったく。おい、聞いたか、来週もあるってよ。お、でも出れてくれた。うわー、またマイストが別に切りかかるわ。私が切っといてよかったわね。まったく、マイスト固めなさいよ。ターゲット、ネードバスター。素早さに玉振りしたらマイストになったさん、ありがとうございます。わらわら。おら、まさかロミナ来週も放送されるようにラックスに嘘吹き込んだ。違うわよ、私じゃないわよ。ダックスかわされてんじゃないわよ。あー、炎が来た。一番やっちゃいけない炎が。あーお、私のヒットポイント多めになったわよ。マイストレベル5。5じゃないわ、50。
おら、これが来る。あう、あう、さあ、いよいよもうここから敵出ないから、もう完全回復しましょう。全開、全開、しかし残り時間は全開。あ、まあこれは倒すまでやりましょう。まあ倒せなかったら終了ね。倒せなかったら延長、エンディングは入ると仮定して延長して、さあラストになるのか、それとも返り討ちに合うのか。セーブと延長、ゲイ、セーブはしません。やられたらまあ町にも戻るだけで。あ、でもラスボスのスクショは残しときたいね、どうせ。ない、あー、でもあれか、4つしかないよね。セーブポイントが2箇所ついてるからまあ最後はラスボスのサムネでもいいね、もしクリアできたらね。クリアできなかったらそのサムネは更新。さあ、なんだ、どこからともなく笑い声が聞こえる。愚かな者どもよ、あの忠告を聞けばよいもの。魔王アザトースの力を見るがよい。盲目の神、魔空をアザトースが現れた。はい、ここでセーブしとこうね。よし、さあサムネができた。これは攻撃、マイスター魔除け、私もラミール、よし、キルへ先行きだ。あれ返す、サバリス、あいだー、キャーザ倒す。跳ね返した自分効果ないのか。ロミナちゃんは2回包まれてるね。じゃあロミナがお前で、またラミール使って、マイケルの水、ラックさんも常に攻撃。よし、ほら、よし、オッケー。これ何回かけられるんだっけ。2回までだ、3回まだいけるよね。何回もかけられるんだっけこれ、どうだっけ。あら、空振りしてる、いてててててて、通常攻撃痛すぎる、通常攻撃痛すぎる。ちょっと600痛い、ちょっと私いっちゃう、任せろ、危ねえ、痛すぎ、痛い、キラリ600でもちょっと、あのラミールかけたら、あの回復でマクマホできるんだっけ、どうだっけ回復マホどうなってんだこれ、回復マホ跳ね返せるんだっけ。アザトースさん倒すならラックスにしてください。596だとまだダメのような。防御してたらまあ、さっき防御してなかったから。よし、じゃあマイスト戦闘で、マイスト戦闘で防御で、マイスなら耐えられるかまだね。マイクの緑ちょっと貼っとこう。ラミール、ふう、危ない、あ、当たった、1 次ラックスが戦闘がでいいか、よしよし、ちょっと待って、あ、魔除けの水がない、もう魔除けの水がない、魔除けの水がない、まだ私のラミールあるわ。ライルはあれな、かあれな、ちょっとかけてみようか。あ、よかった、回復はできる。キラリ、ふう、
考えるか。痛い496で、ちょっとちょっと痛い痛い痛い、ラックス死ぬ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 、ラックスは死ぬ死ぬ死ぬ、おいおいおい、ちょっと待って、マイサ先生って、ちょっと痛い痛い痛い、こんばんはコツです、ラスボですか、ラスボスですね、138%ジェライル使わんとダメかな、ダメかね、まだ薬草があるから大丈夫だけど、デライルじゃないと回復できないね。時間、まあ、マイスも死ぬ。ちょっと待って。ラクダ常に攻撃しとこう。わかった。キルエは跳ね返せる。よし、オッケー。よし、このロミナが先頭で防御アップの魔法は唱える暇ないのかな、あーそうだ、マイスの防御アップの魔法ちょっとなんとかやりたいね、もう何もないから、これで完全に通常攻撃をダメにしたらいけるね、ラックス何も持ってないんだっけ、これでだいぶ軽減される、よいしょ、よいしょ、ラックスまだかかってるよね、誰かかってるかかかってないか分からなかったとりあえずもうバロンかかって、あ MP 足りない、まだマイケルの見てから、何？あ、消えた！うわー、バリア！うわー、最悪！バリア騎士持ってんだ、こいつ！わー！あざとい！バリア騎士なんか使ってきよった。ま、でも、その方がいいね。バリア張ったらバリア騎士来るから。ザメ刺された。向こうか。うわー。よしよし、ひらり、オッケー、ナイス、恐ろしいことしてくる、さすがら恐ろしいことしてくるね、ナイスナイスナイス、オッケー、うわー、バリア消えた、よし、オッケー、もう眉毛の水ないわ、もうない、うわー、さらに、ほらまだ死なない、まだ、もうラックスのあれは、あ、そうか、もうあれか、必殺の一撃来い、必殺の一撃来い、逃げた、必殺の一撃来い来い来い、あ、マイソンかかってない、うわー、あ、そうか、もうフォレスでもうキルやられたんだね、フォレスでね、薬草が俺しかない。俺はこんな時バロンだったら大ダメージ与えられただろうにな。いや、ば、あ、ゼライガスからでも撃てないね、もうね。うわあ。で、うわあ。うわあ、マイスター。うわ。終わった。
ふっ。大変ありがとうございました。気が疲れたか、お前さんがとはみんな死んでしまった。ラックスのはなんとか蘇生したが、残りはまだだ。はい。他に蘇生をさせる者おるかで、はい。ラスボスの前でやられたらみんなで街にいるのだろう。火の勇者です、同じ。なんとか張って逃げてきたんです。な、俺に捕まれみたいな、最後の力でゲルニダをするぞ。はって、わらわら。なんとかし、ふぅ、ちょっと薬草とか買い占めて今日は終わりましょう。魔除けの身でも、全部持っていこう。ふぅ、いや、チュッパチュッパする、あれもなかったね。わらわら。よし、薬草も結構使える。はい、どうなったの。魔除けの身でちょっと、あれ、あ、もう、あれか、魔除けの水はラックス使わないもんな。持てるっけ、薬草の方がいいっけね。はい。魔除けの水の切れ目が、縁の切れ目。バラムしてるとバリア剥がし使ってくるのかな、たまたまそうですね。バラムしてると多分バリア剥がしじゃないですかね。だからまあそれで、ああそれをどうしようかな、どっちがいいのかね。通常攻撃までも張ってないと強烈だもんね。バラも張らない方がいいのかな。魔法でも魔法跳ね返すんだったら、魔法跳ね返すだけだったらやってこないよね。フォレスって。バリア剥がしは。はい。ちょんぬってんぬってん。はい。マイス薬とかあったっけ？もう1レベル上げるかね。でもまだ持ってた。よし、一応ラックス持っとくか。よし、オッケー。約束も出ないよね、もう。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジンミニ版、邪聖剣ネクロマンサーは、また来週、毎週日曜日やってまーす。オスでした。あともう、1レベル上げるか。な、オスでした。オスでした。はい、おやすみなさい。オスでした。オスでした。はい、オスでした。オスでした。これじゃ倒せないから、これはあれだね。オスマンサーです。次回こそは、はい、おでした。おやすみなさい。おでした。おつでしや。おやすみなさい。今日も一日おつでした。残念無念、また来週。また来週でございます。おやすみ、ネクロマンサーです。